はい、おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を発掘するための番組でございます。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日は、7月10日でございます。はい、10日ですね。はい、10日ということですね。7月の11日がありまして、はい、解除になるのかならないのか。そうですね。そして、12日から、晴れて、みんながいろんなことができるのか。そうですね。どうかというお話は全く今の現時点では分かりません。分かりません。はい。いろいろその規制というかね、ゴールドステッカー取らなあかんとか。あ、そうですよね。なんかいろいろね、はいはい、ぶっちゃけ面倒くさいことがいっぱいあるね。ありますね、ありますね。もう、はい、飲食店ですからね。そうですね。はい、うん、すごい項目あるんですよね。ね、ね、はい、はい。ゴールドステッカーをね、うん、今取ってるだろうと。はい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 。なるほど。はい、この配信ぐらいの時に貼ったあるかなっていう感じですね。はい、なるほど。いや、まあでもあれがあるかないかでね、全然違いますもんね。やっぱね、はい、なんかね、後々こう、お酒が提供できないとかね、なんか言われてますね。そうですね。はい、取っとかないと。はいはいはい。いやでも大変ですよね、項目多いわ。そうですね、準備せなあかんも多いし、うん、いろいろね、なんか買わなあかんかったりとか、はい、いろいろしますもんね。はい、まあ、ここもほら、出口1個やから、ね、入り口1個やから、はい、いろいろ換気の問題とかもね、はい、大変だと思うんですけど、ね、はいはい、しかし、お客様への安全安心のためにですね、はい、頑張っておるわけでございます。はい、はい、でですね、はい、今月、まあ、まあ、今月というか、まあ、先週からちょっとね、今月入っての配信ということなんですけども、はいはい、先週は「ネバリバー新世界」はい、赤井秀和さんと、上西雄大さん、はい、取材というか、はい、インタビューの方をお送りさせていただきまして、今日も実は、はい、映画の監督の、はい、取材をさせていただきまして、はい、来週も、はい、映画のまあまあ、関係者の方の、はい、プレゼンをお聞きする形になってまして、さらにはその次の週も、はい、映画監督がヒロインを連れてくるという感じでございまして、はい、なんか今月ですね、目白押しですね、もう映画なんですよね。はい、はい、なので、はいはい、もういっそのこと映画の番組にするかぐらいの勢いで考えてるんですけど、まあまあ、とりあえずしばらくいろんな取材がね、続いてたりとかしますので、はい、皆さん、期待していただければと。そうですね、来月もね、はい、もうすでに取材終わってるやつあるんですよ。はい、ピチピチギャル、いやいや、女優さんです。18、まあ、19歳、はいはいはい、18歳、の女優さんです。はい、ピチピチですね。ピチピチですね。はい、もうピチピチしてました。はいはい、目が大きかった。思わず入った瞬間に目力強って言ってもらった。身長が、ね、161センチあってね、はいはい、ヒール10センチのヒール履いてるからめっちゃ高くて、でかって思わず、入るなり、挨拶もそこそこでかって思わず言ったって、はいはい、ぐらいのなかなかピチピチな感じでございまして、はい、期待しててください。はい、僕は楽しかったです、個人的に。はい、はい、楽しみですね。はいはい、ということでですね、話軌道修正して、はい、今日はですね、ピチピチギャルではないんですが、はい、まあ、比較的若手の監督でございます。はい、はい、河合健監督と言いまして、はい、まあ、31歳なんですけど、うん、日本映画学校、まあ、今は日本映画大学という名前になってるんですけど、そこの出身で、はい、まあ、いわゆるその日本の、ね、映画を志してる若い人たちが集まって、うん、学んで、そこから助監督さんになったりとか、はい、カメラマンになったりとか、いろんな形で映画業界の中に入っていく手前のところにある学校なんですけど、はい、そこの出身の、うん、でしかもね、大阪なんですよ。大阪出身の、あ、はあはあ、岸和田、あ、そうなんですか、の人でした。はい、はい、でまあ大阪人同士みたいな感じでちょっとだいぶ仲良くなって、はい、気がついたら取材終わったら28分ぐらい喋ってて、ちょっと喋りすぎたなみたいな、はい、いうのを、この番組のために10分にまとめてきました。はい、約3分の1。いやもうかなり切りました。で一応ね、考えてるのは、はい、この内容を、まあ、だいぶ切っててもったいない部分もたくさんあるので、できたらその別枠、番組の中ではなくて、はいはい、ちょっと別 の、 チャンネル内の別の枠として配信できたらいいかなというふうに思ってたりはするんですけども、はいはい、まあ、その前にまずは、優先的にこの番組でね、はいはい、お届けしておきたいなと思うんですが、当然、はい、この枠はこのプレゼンありかなしかなので、はい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 、
この取材がありか、もうこのこれ嫌やねんけど俺この取材がありなのかなしなのかを判定していただかないといけないので、はい、判定員さんお願いします。はい。はい、ということで、まあまあ、まずは、見ていただいてという感じでいきたいと思います。はい、はい、それでは、参ります。このプレゼンありかなしかスタート。はい、今日はですね、ナンノちゃんの、第二次世界大戦という、作品ですね、映画の方で、はい、監督されました、河合健さん、お越しいただいて映画のお話をお伺いするということなんですけど、はい、監督は大阪なんですよね。そうですね、大阪の岸和田生まれで、18まではずっと岸和田で育って、はい、高校の時はだんじりの、はいはいはい、その青年団に所属して。おお、小さい時から映画が好きだったんですか。そうですね、最初は僕岸和田に生まれてるんですけど、うん、本当におとなしくて、はいはいはい、うるさい音とか、うん、大勢とか大嫌いだったんですよ。なるほど。で、映画館って人いっぱいだし、はい、うるさいし、はい、で割とトラウマだったんですけど、はいはいはい、6歳ぐらいの時にジャッキー・チェンに出会って、はい、なんかそんなことよりかっこいいぞ。なるほど。とこから映画を小学校からドハマりしたっていう感じですね。教室でほら僕らなんかでもそうなんですけど、ジャッキー・チェンだったかなんか、うん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 、ああ、なので僕もそこから神経の間にやってみたいとか、アホみたいにジャッキーにハマって、はいはい、よく小学校の時に後ろに習字の時間ってあるじゃないですか、はいはいはい、希望とか翼とか、はい、僕絶対に青龍っていうジャッキーの感じを誰もわからないんですけど一人だけ結構まあおとなしいんですけど頑固で、なるほど、もう青龍以外描きたくないっていう。おー、なるほど、はいはいはい、そういう意味ではちょっと浮いてたかもしれないですね。え、そうなんですね。ジャッキーファンやったんですね。好きな映画って何が好きなんだ。まあこれ難しい質問やと思うんですよ。ですね。まあでも南野ちゃんで言うと、はい、うん、まあ、いくつか影響は受けてまして、はい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 、はい、一番あったのは、はい、日本でいうと大島渚監督がやっぱりこう若い、はいはい、時から、はい、こう政治に対して何かを作るとか、はい、そういうことをやっていて、それがかっこいいって思っていて、っていうのはなんか10代の時とか政治とか歴史とかってどうだっていいって思っていて、で、まあ、20歳超えたぐらいからなんかそろそろ大人にならないといけないって思い始めた時に、うん、映画人ってなんかものすごいいろんなこと考えてんだなみたいな、こう素人なりに、うん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 、でそういうとこからこう大島さんみたいな監督って今あんまりそういう風な表現をする人っていないので、現代でいう大島渚監督がいたらどういうものを作るんだろうとか、うん、そういうのは割と気になってましたね。まあ、大島監督もね、そのいろんなその顔を持ってるというか、はい、歴史ものも撮れば、そうですね。ね、まあ、ただそれにどっかなんかちょっと違う角度から光当てたりとかっていうのが、うん、まあ、大島流というか、そうですね。ね、愛と希望の街とかも、はい、物語はすごいシンプルなんですけど、やっぱり裏に見えるなんかそういう主張じゃなくて見えてくるっていうものがすごいいいな、うん、なるほどなるほどなるほど、積極臭くない、はいはいはい、なんか それが良かったですね。なるほど。日本の戦争映画ってこう積極臭いじゃないですか、はい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 、戦争ダメだとか、はい、なんかそうじゃないものを自分もやりたいなっていうのは、はい、なるほどなるほど、思いましたね。いいですね、さらっとこう、さらっとこう先輩監督たちをさらっと、いやいやいや、まあディスってもいるんですけど一番はあれです、例えば僕がそういうのを作るってなったら、今31歳なんですけど、はい、31歳の僕が戦争映画を作ってみんなに反戦しとか戦争反対だって言って、うん、誰が嬉しいんだろうというか、うんうんうん、だったら僕から見える距離感というか、うん、戦争のよくわからなさだったり、うん、なんかそういうのをそのまま映画に落とし込むっていうのはある意味こう上の人にはないものになるんじゃないかっていうのはありましたね。それが、まあ、ある意味この南野ちゃんの第二次世界大戦、ね、タイ
トルがね、もうこれ狙ってるタイトルですよね、多分。結構僕はふざけたというか、はいはい、インパクトのある、はい、面白いタイトルにしようって思ってたんですけど、はいはい、半分ぐらいの方はなんか裸足の弦みたいな、あのものすごい教育映画だと思われて、タイトルだけ聞いたらもう僕もそうやと思ってました。あ、ほんまですか。タイトルだけやったら、反省映画また来たみたいな、なんかそんな感じで捉えてはいましたね。だいたいそういう人に怒られるんですか。結構怒られたりもしましたね。本当ですか。そうなんですよね。なんか反省、真面目な映画でもないので、はい、これね、はい、コメディなんですか。まあブラックコメディ、ブラックコメディ、ブラックコメディですよね。まあ多分ちゃんと言うとノンジャンルだと思いますけど、何より僕から見える戦争だったり今の政治に対するモヤモヤみたいなの、はい、今もすごい混沌としてる印象があったので、はい、混沌とした映画にしようとしてたんですね、はい、だったらジャンルとしての綺麗な一本のジャンル映画にはしたくないっていうのはあって、どんどんこうみんなが思ってる方じゃない、どんどんずれていって何なんだこの映画はっていう感覚をみんなに残したいっていうのがあったので、おっしゃる通りで脚本はコメディ映画として作ったんですよ、うん、で現場のスタッフには、うん、不気味なホラー の感覚でやりましょうっていうことを言ってたので、はいはい、割とルックが暗かったり、いろんなレビュー見ましたけど暗いっていうのは結構多かったですね。暗いっていうのは結構多かったです。でも映画館で見てほしいんで、はい、暗くて暗いものを見せたいっていうのはありましたね。基本あれですからね、完全暗転で見れば、はい、暗いとか明るいとか、明るいよりは暗い方が集中はできるっていうのがありますからね。まあ、とことんこう映画館オンリーの作品にしようっていうのはもともと決めてたところもあって、でそういう意味で暗さと混沌さもそうです、はいはい、多分家で見られると、うん、この映画って本当に多分想像思ってたところからどんどん本当にずれていくと思うんです、うん、はいはいはい、で家で見てると、うん、ずれていけばいくほど止めたり、はい、ついていけなくなる、はい、でも混沌を描こうとするとついていけなくさせたいっていう思いがあって、なので映画館で見ると割と強制的に情報がドドドドドドっていくじゃないですか。 はい、その先にどう感じるかみたいなところで作ったので、それもご家庭で見られるといや絶対そうです。そうなんですよ。今なんかよく映画館と家の違いって割と今だいぶ問題になっていて、でよく言うのは大きいスクリーンとか、うん、まあ、もちろん不特定多数と見るっていう、うん、でその良さが伝わる人もいれば、うん、いや知らない人と一緒に見たくないっていう人もいるじゃないですか、うん、じゃなくて映画の表現として混沌、グランドブダペストもそうですけど、うん、情報量がもう処理できない、はい、でも処理できないからいいっていう、なんかそれって映画館でしか感じられないっていうところだったので、うん、はい、グランドブダペストホテルもそうですけど、ものすごい意識した部分ではありますね、うん、その情報処理っていうのが、裏切りのサーカスとかもそうですね、はい、もう情報量の多い映画がいかについていけなくなりつつ、最低限何を感じているのかっていうところを、割といろんなそういう混沌作品をこの作品の前には見た記憶がありますね。なるほど。だからね、あれなんですよね、そのド頭からこれはコメディだっていう、コメディではないんだけれども、でも多分ね、見る人がどこかに寄っかかってる方が見やすいんだろうなと思います。それを僕は東京上映で思いました、うん、やっと僕はずっとノンジャンルで全部委ねますっていうかって思ってたんですけど、一個軸あった方が分かりやすいっていうのは、東京3週間やったんですけど、初週はこうすごいコアな映画ファン、シニア層の映画ファンの方が来てたんですね、はいはい、で緊急事態宣言中で、はい、洋画がやってないんで、うん、B 級映画ファンが多分見れる映画がなかったはいはい、はい、で仕方なく来たっていう人がいたんですよ、はい、じゃあなんだこのぶっ飛んだ映画はみたいになって、はい、あそこで初めて、あコメディというか B 級映画のテイスト、はい、ブラックコメディなんですって言った方が、うん、この人たちは来てくれるんだと思って2週目ぐらいからブラックコメディ感を押し出していくと、3週目には、はいはい、
その戦争のシニア層の方が少なくなってきて、はい、B 級映画ファンがどんどん増えて、結果楽しんでいただけたっていうのがあったんで、今僕らもシフトチェンジしてブラックコメディですと。ブラックコメディです、はい、というふうにわかりました。じゃあ全部その辺もひっくるめて、もう最後にカメラに向かってですね、見てらっしゃる方に一言。改めまして、7月10日から、大阪と、大阪はシネヌーボさん、神戸は元町映画館、そして7月の16日から京都南海館さんで、映画なんのちゃの第二次世界大戦公開されます。いわゆる反戦映画のようなこう積極臭い要素は一切なく、基本的にはもういろんな人たち、わがままな人たちがこうぶつかり合う攻防劇といいますか、わちゃわちゃとしたてんこ盛りのブラックコメディになってますので、難しいことは考えず気楽に楽しんでもらえたらなと思っております。よろしくお願いします。はい、ということで、河合監督でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでございました。はい、インタビュー映像皆さんご覧いただきましたけど、はい、どうでした。いや、見たい。おもう見たいなるほどですね。なるほど、はいはいはい。まあまあ、ちょっとこの辺の話だと丸バツ出してからでしょうか。そうだよね、おかしくなるからね、なんか、はい、どう考えてもおかしくない。はい、では、早速ですね、参りたいと思います。はい、このプレゼン、ありかなしか判定。あ、はい、丸いただきます。ありがとうございます。河合監督、丸もらったよ。いや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 、見たくなりました。すごいチャレンジされてるような。そうそうそう。なんていうんですかね、まあ、作品自体はね、うん、まあ、やっぱり31歳の監督が撮った作品なんですよ。うん、なので、いろんな部分があるんです。でも、うん、確かにね、今ここで河合さんが言ってたような、そのいろんな要素がぶつかり合ってるっていうところを、うん、頭に入れながら見ると、うん、全然多分また違うんだろう。で、僕は本当にあんまりその情報をしっかりと読み込まずに、タイトルとさらっとこんな感じっていうのだけを見て、はい、見たんですよね。だから最初本当に俺どこについてったらいいねもみたいな感じだったんですけど、だからついていったと思ったら振り切られるみたいなのがずっと続いているんで、これどうしたらいいんやろうみたいな混乱は確かにありました。でも最終的に、あ、そこに行くのねっていう、監督も言ってますけど、ラストシーンを見てほしいっていうのが、いや、そんなにね、ラストシーンがすごい感動的なシーンとかではないんですよ。感動的なシーンとかではないんだけど、ラストシーンが全てを物語ってるっていうのは確かにそうやろうなって思うので、まあ、それを見に行っていただけたら楽しんでいただける部分はあるんじゃないかなと思いますけどね。はい、うん、高橋さん的にはこのインタビューどうでした？はい、はい、面白かったですね。ね、これはやっぱり見た後でこのインタビュー見ると、うん、また違いますよね。ああ、ね、なるほどね。なるほど。二人は見てるから、ね、はいはい、その見た後でこの、これでもこのインタビューを見てから映画見に行ったら、だいぶ違うんじゃないですか、ね。うん、まあまあ、ね、ちょっとね、見方の説明がだいぶ入ってますからね。そうですね。ネタ話じゃないけど、やっぱりこの説明は必要ですよね。まあ、今回、まあ、プレゼンですからね、プレゼンですからね、なんですけど、そのプロデュースの方法としてはやっぱり、僕も途中で言ってたけど、どっかにこう寄っかかるものっていうのがあった方が見てる方としては迷わなくですもので、だから、はいはい、ブラックコメディっていうジャンルとして見てもらえれば、十分楽しめるとは思いますけどね。はいはい、はいはい、ということですので、はい、皆さん、今日からやってる作品になりますので、はいはい、劇場に足を運びいただければ、これですね、はい、と思っております。はい、ではあゆみ、はい、はい、おはようございます。おはようございます。はい、はい、お店の情報としてはですね、今もね、マンボウがどうなってるのかがもう分かってるとは思いますが、はい、まあ、お店の方ではね、はい、本当に感染予防を着々と進めておりますので、はい、安心して皆さんが来れるお店作りを今してます。はい、はい、なので、はい、今、おう、あんなところにあんなのがあるんだみたいな感じですよね。はい、ちょっと増え、はい、アイテムが増えていっているんで、はい、なので安心して来ていただけるので、はい、もしね、開けてたらね、開けてたら、はい、開けてたら開いてますから、開いてます。なので来てください。はい、はいはい、でもお待ちしております。はい、はい、でその辺の情報は、はい、ホームページで見てください。よろしくお願いいたします。はい、はいはい、じゃあ終わり。後ろに行く。はいはいはい、高橋さん、はい、
おはようございます。今日のコミュニケーター高橋です。今というのコーナーでございます。はい、先ほどなんでだね、FMI は選手でしたね、ご紹介が、ね、ああ、はいはいはい、そうですね、はいはいはい、まあ、それと、あのね、比べて面白いかなと思いますが、これは私の知り合いのミーさんという方、役所の職員で出演しております。おお、うん、最後にね、小中芸能ファンの方、宮崎元気さんが出ておりますね、うんうん、最後なんです、あの市長じゃなしにその上の方が役所が明記されてないんでね、はいはい、淡路島出身ということで、なるほどなるほど、はい、だからこれは淡路島で撮ってますけど、あまりその架空の市の話やから、そうですね、その淡路島を描いた映画じゃないですか。そうです、そうです。でもまあ一応自分で、はい、オール淡路島ロケですね、ですね、はい、なんかその、ね、なんですけど出てくるの全部関東弁なんで、そうですね、関東の架空のね、そうそう、架空の、関東のどっかの都市みたいな、はい、お願いしたいと思います、はい、で今日は、まあ、第二次世界大戦に合わせて、はい、合わせたんですか、さっきの映画が、あの戦争関係なかったので、まあ、ちょっと戦争に関係ある映画を持ってきました。はい、はいはいはい、今日は私の大好きな映画があります、はい、ファイナルカウントダウン、はい、1980年7月日本公開のアメリカ映画ですね、はい、これはあのドン・テイラー監督、タイラーだったテイラー監督、最後の作品になってますね、はい、まあ、以前ご紹介したオーメン2ダミアンとかの監督、そして続猿の惑星とかの監督でございますけども、はい、脚本これなんか4名で作ってる作品ですね。うん、すごい、すごいですね。ほんで出演はダーク、カーク・ダグラス、マーティー・シン、キャサリンですよね。カーク・ダグラスといえばね、うん、あのマイケル・ダグラスのお父さんですか、ね、はいはいですね。でこれはまああの1980年にの、原子力空母が急に1941年にタイムスリップするという話でございますね、はい、でそこの中ちょっといろいろするので歴史が変わってしまうんじゃないかっていう、まあ、バックトゥーモンでございますね、はいはいはい、もうその好きですねこれねでそれがもうずっとね、はい、冒頭の謎が最後に分かって、はいはい、もうこれ名シーンでしたね、私的にはこのよくあるパターンですけど、うん、これが基本かなっていう感じの最後のどんでん返しでございますね、はい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 、それも本当にダウンするね、最後にファイナルカウントが自分がしてしまったっていうね、あ、作品でございますね、はい、ぜひとも見ていただきたいと思います、はい、これも、まあ、一応戦争を扱ってますけども、はい、まあ、反戦映画じゃないと、はい、あの、あくまでも SF で、はい、て見ていただきたいと思います、はいはいはい、そして今度は、ちょっと趣が増えますが、はい、ハノーバーストリート哀愁の街角でございます、はい、これ1979年10月に日本公開のアメリカです、はいはい、監督脚本はピーター・ハイアムス、はい、これも以前ご紹介しました、うん、カプリコンはの、ね、監督作品でございます、だからやっぱり好きな作品よく見るんですよ、なるほど、ね、このコーナーで紹介してるのは、はい、見てる作品ばっかりなので、はいはい、こうなんか我々喋る時に資料作らせてもらったら、うん、なんかこれこの間紹介した人なんですね、うん、だから金太郎飴状態でなんかあんまり幅が広くないですか、狭いかなと思いながら、はいはい、偶然なってます、はい、でまあ、主演がハリソン・フォードでございます、はい、これスター・ウォーズの後に出た作品ですね、はいはい、そしてこれインディ・まあ、ジョーンズ監督、ほんで相手がレスリー・アン・ダンっていうね、はい、フェニックスっていう映画があって、はい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 、一時お色気路線で売り出してたんですけども、うんうん、そこまで売れなかったっていう、ね、作品でございます、はい、そんで色んな中で音楽はこれジョン・バリ007CD、はい、まあ今これね私にとってはですね、はい、これ十何歳とかに、はい、の時に見たんですけど、はい、元祖不倫映画、おお、そういう感じ、なぜっていうのは見ていただいたら分かるんですけどね、うんうん、元祖不倫映画、へえ、はい、やっぱりね戦争は人間の心を弱くするんでしょうね、はー、その中でっていう感じ でちゃんとまあ、はい、この戦場も意味もありますし、うん、まあ、ちょっとスパイ、ハリソン・フォードがスパイ扱いにもされるので、ね、それが何とも言えない、これもラストシーンが、はい、すごいですね、おこのね、フリー映画でこの別れ、あ、別れ歌かな終わりか、終わりかっていうと、うん、はい、ね、これもよくある、はい、なんか話なんですよね、非常に名作でございます、はい、私の好きな70年から80年の歌謡でございます、はい、はい、ということで、で、あの、ネバギバね、はい、II の方で招待券プレゼントしてますんで、そうですね、よかったらこの番組見て、そうですね、気に入った方は、はい、II の方ホームページ見ていただきます、はい、応募、招待券、ね、はい、やってますんで、よろしくお願いします、招待券ですよ、2名1組、ね、5組か、5組、2名5組、ねね、はい、10名の方、合計10名の方にプレゼントですか、はいはい、来週の土曜日なんですけどね、はい、ここに配信なんですけど、来週土曜日は私、近鉄のところ、はい、ないんで、スペシャル、篠原アカデミー賞ノミネート監督、はい、篠原哲夫監督と2年ぶりの、トークイベントさせていただきますので、はい、ここの字を見ていただきました、はい、よかったらお越しいただきたいと思います、はい、以上です、はい、ありがとうございました。
はい、ということでエンディングでございます。はい、はい、まあなんかね映画付いてるというのは、うん、僕でもこれはいいことかなと思うんですよ ね、まあまあ当然僕もその映画を撮る人ですし、うん、まあね大阪さんも役者だったしで本格人ですから、やっぱこういう刺激って必要かなと思うんですよね、はい、でまあ幸いながらですけど、まあ依頼していただいてそういう取材に行かせていただくことがちょいちょい増えてきてるので、はい、やっぱ僕もある意味そういうクリエイティブな人たちと会話をするというのはすごい、うん、刺激になってる、はい、まあまあもちろんその編集大変とかいろいろあるので、うん、やれるのは限りはあるかなと思うんですけど、はい、でもできる限りこういうのを、まあ、続けていけたらなというふうに思ってはいるんですけどね、はい、映画もね上映できたらね、そうなんですよね、早く上映できるようになりたいですよね、本当にちょっとね席を新しくするんですよ、おおお席というか、はい、ソファー入れます、おおおお、はい、またそんななんか今日10日なんで、はいはい、3日後にソファーが入ってます、おおおちょっと試しに三台ソファ入れてみて、はいはいはい、なんかまたソファに座りながら見るっていう、あ、なかなかいろいろチャレンジしますね、はい、はい、君とも出てしまいますよ、さすがソファに耐える作品は見ない寝てまうと偉いことなんですよなんか目つぶってるとかいびきかいたらわかる、はい、という感じで、まあ、どんどんね、マテリアルも、まあマンボウがどうなるかっていうのはあるにしても、オープンしたらね、お客さんに楽しんで、ね、はい、いただける空間にするように頑張ってます、いい空間にね、したいね、はい、皆さんぜひ期待してきていただければ、はい、カモンマテリアルですから、はい、カモン本当に来ていただきたいなと思いますんで、その日を楽しみにしていただければと思います、はい、はい、ということで今週はこれで終わります、ありがとうございました、はい。